この診療院の岡野です。ちょっと以前ですね、悪性リンパ腫の話をしたんですけれども、ちょっとその話がですね、若干私間違ったっぽいんで、ちょっと訂正の動画をちょっと上げたいと思います。こちらですね、えー、骨髄が舞台で造血幹細胞っていうのは、えー、骨髄系幹細胞とリンパ幹リンパ系幹細胞というのに分かれますよと。でこれが血、えー、血球になったり血小板になったり 顆粒球になったり探球にこの骨髄系幹細胞はなっていくと。でリンパ系の幹細胞は T 細胞 T 細胞とか B 細胞とか NK 細胞 T リンパ球ンパ球リンパ球みたいな感じになっていきますよというお話をしました。でこの顆粒球探球、T 細胞 B 細胞 NK 細胞が総じて、えー、白血球ですよと。 いいう話をしたと思いますで、えー、骨髄でこの、えー、とこの白血球がですねあの異常に増殖してしまうという状態がこの白血病だということなんですね。でこのリンパ球ですね、えー、T リンパ球とか B リンパ球が成長してリンパ節に行きます。 でこのリンパ節でこのリンパ球たちが、えー、増殖してって、えー、腫瘍を形成するとがん化するんですねでそれが、えー、悪性リンパ腫ということだということでこの違いをですねちゃんと私説明できてなかったんでこれを,れを訂正としてお話ししていこうというふうに思いましたのでこちらを挙げさせていただきましたえっともうちょっと詳しい動画はですね、えー、のの、えー、緩和ケアの 専門のおお医者さんが動画にしして上げてげりましたんでそちらの方も動画説明欄に添付しておきますのでそちらも合わせてご覧いただければより詳しいお話をそちらの先生がしていらっしゃるんでそちらを合わせて見ていただきたいなというふうに思います。そうあとはですね「あの働く細胞」っていうアニメとか漫画があるんですけどそれを合わせてですねご覧いただくとより一層理解が深まるかなというふうに思いますね。結局骨髄でこの えー、白血球とか血小板とかですねこの、えー、赤血球とか血小板とか白血球の子供たちがここでですねこう保育園みたいな感じで一生懸命こう白血球白血球で、えー、酸素を運ぶ、えー、練習をしたりとかしてで血小板は傷を治す、えー、練習をしてるわけなんですね骨髄で,で、えー。白血球たちは、えー、小さい頃に、えー 例えば下流球の場合は、えー、細菌が入ってきた時にやっつける練習訓練をしてて、えー、T リンパ球とか B リンパ球はウイルスに感染した細胞をやっつけるです、ねえー、訓練をここでしてるわけなんですね。で成長して外に出ていって、えー、リンパ管を通ってリンパ節に集まって今度は、えー、リンパ節でリンパ球たちは、えー、ウイルスが入ってきた時のための訓練をしたりとかいつか、えー、指令が来る。 えー、来るかなという,ふうに、えー、用心しながら、えー、過ごしているというふうな感じで、えー、描かれておりますのでそちらを合わせて一緒にご覧いただければより理解が深まるんじゃないかなというふうに思いますのでよろしくお願いします以上です。